今年も夏の太陽が張り切り始め、クソ暑くなり夏の襲来を感じ始める今日、私たちは卒業の日を迎えました。サムネに釣られた皆さん、お前らが悲しむ要素は一切含まれない動画だから、最後まで見てください。僕たち、私たちが一緒に過ごした令和2年度椎名の日は、たくさんの輝かしい思い出でいっぱいです。クオリティの低いボイスパーカッション、いまだに改善しないミューレ画質、自助の時間を無駄にしたメントスコーラ、やっぱりあざとい秘蔵映像、パロディ元間違えたメイク動画、そして初めてのツリーさん、よくわかる解説。いやな、不定期更新と保険をかけて始めたこのチャンネルも、コンスタントに動画を出し続けられたおかげで、投稿本数がついに10本を超えた。まあそれが多いのか少ないのかは判断が難しいところですけど。ただな、もともと椎名の日のイベントで使う予定だっただけのこの素材たちにも、そろそろ秋が来てんだよ。え、秋？だって考えてもみろよ、ここは YouTube、 泣く子も黙る動画投稿サイトなんだぞ。それだってのに俺たちはいつまでもいつまでも動画の 80% 以上をこの静止画の切り張りでごまかしてんだ。ゆゆしき事態だろう。もも、確かに。というわけで、これまでのボラキノールの CM みてえな動画は今日で卒業だ。でも、じゃあ何するって言うんですか？簡単だよ。さっきも言ったが、ここは YouTube。動画投稿サイトなんだから、俺たちも動いてみようぜ。ムービー、大丈夫かな？ムービー、よいしょ。おお、動いてる、動いてますよ、私たち。まあこれくらい朝飯前だ。あれ、でもなんだ、どうした？あ、いや、声が変じゃありませんか？生の声じゃなくて、これじゃまるでアテレコみたいな。まあそれは仕方ねえよ、しようだしよう。それになんか遠くないですか、シーナピー。あ、そんなことはねえよ、ソーシャルディスタンスだよ。いや、それは大事ですけど、せっかく一緒に撮るんだからもっと近くに。それ以上寄るんじゃねえ、ボロが。アレルギーが出る。なんの、夏川アレルギーだ、ひどい。とにかくこのディスタンスについてはあまり触れるな、しようだしよう。そうなんですか。じゃあまあ気にしないことにしときますけど。なんだ、どうした？あ、いや、
なんかこのカメラちょっと曲がってるような気がするんで動かしてみ、バービーだー。なんでですか、いいでしょカメラ動かすくらい。んなことしたら後で編集した時に時空が歪む。あーいや、お俺が最強に盛れる角度に調整してあんだよ。だから1ミリも動かすんじゃねえぞ。まあわかりましたよ。で、何すんだ。ん、ほら、せっかく動いたんだから、なんか動きが活かせるような企画でもやろうぜ。あー、はいはい、そうですよね。ちゃんと用意してきました。おじゃーん。お、そいつ見たことあるぞ。はい、今日はこれでシーナピーと対戦していきたいと思います。おいいね、ぽいぞ夏川、今すごくぽいぞ。では、いざ勝負していきましょう。おいや、やっぱり俺らにはボラギトールが性に合ってんだよ。そうですね、私もそう思います。卒業撤